家芸電子旅行級よ、芸電子本社スタジオよ芸電子は、香港にかつて存在した民放テレビ局である。略称はよし。1975年9月7日に放送開始したが、わずか3年後の1978年8月22日に倒産し、放送を停止した。1973年、当時の香港成長の方針で、 地上波テレビ放送のチャンネル数を、関東語、英語それぞれ1チャンネルずつ拡張することになり、経営希望者を募集した結果、香港商業電台を中心としたグループが、関東語による放送権を獲得し、直ちに放送局設置の準備に入った。英語による放送権は、現在の足間電子が獲得した。1975年9月7日、 香港第三のテレビ局として開局した。開局直後より、自社制作のテレビドラマや、秘密戦隊ゴレンジャーなどの日本の放送局が制作した番組を放送したが、金伊佐原作の小説をドラマ化した番組は、演出方法や出演者の評価が高く、香港のテレビドラマにおける歴史的作品となっている。一方で、放送権交付の条件として、 ゴールデンアワーに教育番組をコマーシャルなしで放送しなければならないなど、後発の放送局として不利な条件も数多く存在しており、これが経営悪化の要因となった。開局3年目の1978年を迎え、ドラマ、社営有伝をはじめとする番組のいくつかは高視聴率を獲得していたが、経営状況は一向に好転せず、累積欠損額が増加していった。 8月22日の朝、経営陣が経営を継続することが困難になったとの声明を突如発表、放送を停止した。10月19日に会社生産手続きが取られ、経営電子は消滅した。家芸電子のほとんどの従業員や所属タレントたちには放送停止を事前に知らされておらず、香港成長に対して放送再開に向けての援助を申し入れたものの、 受け入れられなかったため、既存の2放送局や映画制作会社への転職を余儀なくされた。しかしながら、彼らは転職先の放送局で優れた番組を排出し、その後の香港テレビ界の発展に寄与した。映画界に転職したスタッフには、ツイハークがいる。香港政長が新たな地上波放送局の設置を許可しなかったため、足間電子が停破した二0十六年四月まで、 香港の地上波テレビ局は2社体制で推移し、その後香港電代と香港電子娯楽が開局した。本社スタジオについては、まだ設備も新しかったことから、無線電子が番組収録用スタジオとして利用していたが、1987年からは、香港電代のテレビ制作部門が使用し、現在に至っている。ありがとうございます。